とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーのボスを簡単に倒す方法をやっていきます。以前の動画で、ビーストバースト、そして怒りビルドやってみましたけども、どちらとも簡単ですね。今回のもかなり簡単なので、おすすめです。では、説明しながらやっていきます。まずは1回の報酬ですね、いつものごとくスプラウトアーマー取っていきましょう。2回の報酬です。星なき夜、これがないと3回がきついです。6回はショートカットしていきましょうね。よいしょ。スイッチ版は難しいみたいですが頑張ってください。パソコンと PS 版は特に問題なさそうですね。7回の報酬で乱射のクロスボウを取っていってください。スプラウトアーマーにはエンチャントで瞬速入れておいてください。これをつけることによってかなり移動が速くなります。10回の報酬では幽霊マントですね。移動を速くしていきましょう。11回の商人です。ここは離さなくて大丈夫です。そのまま進んでください。12回の報酬です。ふわふわの羽、これでさらに移動速度が上がっていきます。13回の報酬、瞬速のブーツ、これはいつもと変わりませんね。18回の商人です。ここで乱射のクロスボウをハープクロスボウに変えていきましょう。21回の報酬です。弱体化のドラを取っていきます。幽霊マント、ふわふわの羽、どちらでも構いません。交代していってください。22回の報酬、いつも通りピグリーンアーマーつけていきましょう。ピグリーンアーマーのエンチャントは、臆病、そしてクールダウン。この2つで十分です。続いて23回の報酬ですね。レイピアを入れていってください。そうしないと、ハープクロスボウのパワーが上がりきれないので、これは入れておいてください。108まで上がります。27回の報酬です。ここで森の矢筒ですね。入れていきましょう。弓のエンチャントですけども、別に何も入れなくて大丈夫です。まあなんか入れたいなっていう人は、火属性、そして貫通入れてればいいと思います。まあ別にそんなに意味はありません。で、ボス2体出てきます。まずは、上の、イリュージョナー。こいつをドラを使って、森の矢筒で、速攻で倒してください。で、そして、レッドストーンゴーレムですね。こいつは近づいてると何にもしてきません。まあ、近づかなくても大丈夫です。森の矢筒を普通に打ち込めばすぐ勝てるので、倒してください。今みたいに、待っておく必要は全くないんで、もう速攻で倒しちゃってください。はい。ということで、今日はハープクロスボウと森の矢筒を使って30回のボスを簡単に倒してみました。これもね、結構簡単にいきますのでおすすめです。はい。では、報酬、ついでに見ちゃいましょう。どうだ？撮影の時、いいもの出たことはほぼほぼない。微妙だな。良くない。全然よろしくないです。はい。ということで、戻ってきました。今日は30回のボスを簡単に倒す方法をやってみました。まあ、今まで3つやってますね。ビーストバースト、そして怒り。で、今回のハープ森ですね。どれでも結構簡単に倒せますので、自分の好きな感じでやってみてください。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。